近づいて、近づいてる方はそっちに向かって、少し霧が薄くなりました。はい、標津町、この川からですね。この川は何だ、こんな日はさっきもすれ違ったけど、バイクの人は大変ですね。で、北海道へ本州から来る人たちっていうのは限られた日程で禁止で来るわけで、雨降ったからって動かないで いるってわけもいかないんで、やっぱ走るんですね、カッパ着て。日本列島35度も30、40度も近いところがあっても、ここは17度ですね。自分はさっきストーブ使いましたから、昨日は普通の、あ、夏だなっていう、エアコンつけないとダメな天気でした。走る時もね、してくれますから、そういう意味でね。